撮ってんの。本日ですね、我々秋葉原に来ております。秋葉原、今日は、はい、ちょっと清盛さんに大食いをしてもらおうかなと。まあそんな気はしましたよ。今ね、はい、体すくい赤茶ダブル飲んできましたよ。ああ、なるほど。この秋葉原というのはですね、千代田区なんですけども、千代田区、はい、千代田区にある足立っていうお店がございまして、足立、はい、まあ、定食屋さんなんですけども、はいはい、もう清盛さんなんかご飯食べててめちゃくちゃ白飯食いたいなと思う時とかあったりしますか？まああるっちゃありますね。そのお店はですね、そんな夢をですね、いやっちゅうほど叶えてくれるってお店で、ラララララ夢をつかもうよっていうので、夢はつかめるかもしれないということで、大食いとかそういったことをされてる方にしたら、もうその秋葉原の足立っていうお店は元聖地と呼ばれているような感じの場所でございまして、本日も行っていきましょう。はい、谷川さん本当に大好きなんですよ。さあ、秋葉原のメインストリートから少し外れたところに見えてまいりますのが、こちら足立でございますね。もうお店の看板にもうデカ盛りってありますからね。もう見えちゃったよこれ見えちゃったよだって少なめで8号ですからね。全部ご飯の量とかどれでも頼んでも1000円いかない、収まるんですよ。まあ税抜きか税込みかは分かんないですけども、一番人気はね、これだけど、はい、夏味噌も一回、これが結構人気なんだよ。あ、書いてなかったネットで、うん、この値段とこれはないなんて、ネットの図でこれ全然儲かんねえよ。やっぱね、デカ盛りのお店ってね、やっぱどこもね、店主の気前がいいんですよね。食いねえ、食いねえと、このすり切れ、これ、すり切れってこうだよね、はい、これがいいんじゃないかと思うんで、はい、600、500、結構あるよ、それでも、はい、うん、みんなそれは食べてるから、じゃあそれでいくよ、はい。だから普通って言ったら少なめとこれでいっちゃうよ。ああ、少なめ、はい、少なめだとそれ、そうだって3キロでしょあんた、少なめって。いやー、3キロはすごいですね。何くらいじゃこれじゃ、はい、そんなんじゃよ、はい、これが例のやつだよ。ああ、これは、うん、すごいですね。ネットで出てるね。もう昔からカレー味の、そう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 。で、なんかみんな四角見てこういうの撮ってなかった？ああ、うん、四角で、はい、そうですね。あとタバコ置いたり、携帯置いたりね、はい、トッケとこれつけておいたからね。あ、ありがとうございます。あ、すげえ。どうやってなってる。いやー、すごい。これ、すり切れね。はい。16年前、滋賀県東近江市の病院で患者を殺害した罪で提起された。あ、早速。早速ご飯が止まらない。バイム。あ、出た。結構やっぱりちょっと油があるからもったりするかなと思ったら全然そんなでもなく、いや、やっぱ転職での技でしょうね。本当にうまい、うまい、うまい。1年3ヶ月ぶりに前線で運転を再開しました。サラダにソース、食堂だから料理屋じゃないんだから、うん、この米使ってるだけでも普通標準の食堂さんは大体、まあ、やっぱもうそれ打った時はもうね、このお母さん使わないから、これは手がでけえのなのすげえ、自分の手が大きいからあんまり感じないね。おかわりする？おかわりだ、半分だよ。いや、誰だ常連さんは。半分ったらこの上出しちゃう。え？半分が欲しいんでしょ？そうです。五分の一です。半分でうまい。耳かきとかスプーン一杯。スプーン一杯とか耳かきって言わないと、はい、下手なこと言っちゃうとこう出ちゃうから。スズメの涙とか。スズメの涙とか、あと、スプーンに一杯とみんなおかわりしてる。下手なこと言うとこう出ちゃうから。で、スズメの涙だな。ごちそうさまでしたと。いかがでしたでしょうか、ご飯のところ足立さん。いや、美味しかったですよ、はい、美味しかったですけど、はい、店主が濃い